一式砲戦車、一式7センチメートル半自走方法にあい、一式7センチは自走方法にあいは、第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の自走法である。後に、対戦車自走法に転用された。一般的には、一式砲戦車と呼ばれるがこれは、気候兵向けの名称であり、一式7センチメートル半自走法は、歩兵向けの故障だとも言われる。 しかし正式的には、ホニーチは一式自走砲であり、あくまで砲兵が掌握する装備であった。ホニアイ、ホニアイ社は、1939年、昭和14年12月から研究が開始された。1941年、昭和16年5月に施政法が完成し、6月には試作車も完成、運行試験が開始され10月に陸軍や戦方兵学校で、 実用源を実施、同年内に正式化された。法ー一は、開発初期に、放戦車と呼称されており、戦車支援車と、自走式野報の双方を睨みつつの開発だったと思われ、実際に二式放戦車の前身である、四勢一式放戦車ホイトの比較が行われている。これは1940年頃より、戦車及び放戦車の搭載法には、対戦車戦闘にも向いた、 野放級にするべきであるという意見が出始めており、三方を改造した低所速砲の搭載する保イ車には否定的な見解を示していたためである。1941年当時、野放級の火砲を搭載した車両は、古に一車だけであり、戦車学校は野放兵の装備として開発が進められていた、この車両を保イ車に代わる。 姿勢一式放戦車としての適性を出し、放戦車としてのさらなる改良を求めたとされる。ただし、放戦車としての採用は叶なわなかったという説もある。その後、ホニー社は野戦砲兵学校による突撃法構想を経て、昭和十七年から機構師団用の機動砲兵として配備が進められることとなる。さらに、昭和十九年頃になると野放を搭載したホニ 一社から1 5トル、榴弾砲を搭載した四式1 5トル自走砲、ホロに至るまでの自走砲は、対戦車戦闘が第一任務となった。その中で、ホニー一社の運用砲は、その性能書元を鑑みれば陸軍戦車学校が、想定した保戦車の運用砲に似ており、このためホニー一社が配備された、戦車連隊では、ホニー一社を、 砲戦車同じく連隊に入びれた一式十センチメートル自走砲を自走砲と呼び分けた例も存在する。しかし、自走砲部隊への人員供給は野戦砲兵学校が中心に行っていたため、砲兵側からすれば、ホニーチ社は紛れもない自走砲、砲兵管轄であり、ホニーチ社の扱いと立場は最後まで曖昧だった。また、1943年、 昭和18年の春頃にも、千葉戦車学校にて、T-34 や M4 に対する応急処置として、戦車連隊砲戦車中隊に、当初の予定だった西式砲戦車に代わり、コニーチを配備する目的で、対戦車射撃と、その戦闘法が研究されていたとも言われ、研究部主事、山下少佐のもと、曽根正義大尉がこれを担当したが、1944年になっても、 戦車連隊への装備は実現しなかったという。車体は97式中戦車地波、地破車を、主砲には90式野砲、合計 75mm の台車部分を外したものを搭載した。90式野砲は、当時の野砲の中では、比較的初速が速く、対戦車砲としても、遜色のない性能であったため、後の3式砲戦車砲にいい、砲にいい車。 三色抽選車チヌ、チヌ車にも回収版の三色7センチメートル半、戦車砲 E 型が採用されている。本社への車載にあたり方向性待機が廃止され、汚染形状を小型化し五座長を短縮する改良がなされ、方向補強リングが取り付けられている。五座長は、車載にあたり、原型の90式や砲から300ミリメートル、短縮され680ミ、mm、リメートルとなり、 皇帝車会はマイナス15度プラス25度、方向車会は左右22度であった。車体前面に装備されていた97式車載重機関銃は廃止されている。自走砲でありながらも、棒を縦前面、既存 25mm に 25mm 及び、車体前面、既存 25mm に 16mm の増加装甲を施し、 最大 50mm と数字上は97、式中戦車より厚い走行を備えているが、これは、ホニーチの施策が完成した1941年に、野戦砲兵学校に送られその運用が研究された。結果、今後予定されていた南方進行作戦において、不表示化鏡の突撃砲として使用する構想があったらだと言われている。また、 高速面は 12mm の走行で囲い、戦闘室を形成した。同時期各国の自走砲の例に漏れず、戦闘室の上部構造物は、オープントップ式で上面と背面の装甲はない。本社の姉妹車両として、手法に、軽榴弾砲である91式 10cm 榴弾砲を、装備する1式 10cm 自走砲ホニー、ホニー車がある。 装甲貫鉄能力の数値は、射撃対象の装甲板や実施した年代など、試験条件により異なるが、通常の一式鉄鋼弾、鉄鋼流弾相当を使用した場合は、射距離1000メートル、約70ミリメートル、500メートル、約80ミリメートル、タングステンクロム鋼弾の特鋼を使用した場合は1000メートル、約85ミリメートル、500メートル、約100ミリメートルであった。 一式鉄鋼弾は、気象金属の配給上の問題により、クロム1%モリブデン0.2%、多少量のニッケルを含有した、高炭素鋼を使用したアメリカ陸軍の鉄鋼弾と、異なり、炭素0.5から0.75%を含む、鋼を作出して成形、炭型へ加工後に、熱処理で硬化して、作薬充填したものを用いていた。また、1945年、 昭和20年8月のアメリカ急陸軍省の情報資料においては、路角した90式野砲の走行貫鉄能力の数値は一式鉄砲弾を使用し、衝撃角度90度で命中した場合は射距離1500ヤード、約1371.6メートル、2.4イン。1000ヤード、約914.4メートル、2.8イン。約71ミリメートル、750ヤード。 約685.8メートル、3.0イン、約76ミリメートル、500ヤード、約457.2メートル、3.3イン、約84ミリメートル、250ヤード、約228.6メートル、2.4イン、約89ミリメートルとなっている。百四十一年に正式化されたものの、生産能力不足から百四十二年、 昭和17年に量産が開始された。ホニアイとホニイイと合わせて138問、資料によって124問、または55問が生産された。ホーニイチ単体の総生産数は50問以上と推定されている。生産は日立製作所である。野戦砲兵学校を機関要員とし、本社6問及びホニイイ6問を装備して、 編成された独立自走砲大隊は、1944年、昭和19年11月のフィリピンへの上陸時に、輸送船が撃沈され装備のすべてと要因の過半を、異解体された。しかしながら、戦車、第二師団の機動砲兵、第二連隊も、うち一個中隊に、本車4門を装備しており、弾薬機材とも大半を、フィリピンのルソン島へ揚陸することに成功した。 後に、サラクサク峠の戦いに投入され、フィリピン防衛戦。この際に、アメリカ軍に露隔された車両が、現在もアバディーン実験場に展示されている。他に、ビルマ戦線の戦車第14連隊などでも、使用されたが、いずれもごく少数である。また、中国大陸の戦車師団に少数が配備されたとも、言われている。1945年、 昭和20年1月8日、アメリカ軍は、フィリピンのルソン島をリンガエワンに上陸した。戦車、第2師団の機動砲兵、第2連隊に配備された4門のホニャイは、この上陸してきた米軍を迎撃した。海岸、ルパオで迎撃に当たった本社は、あらかじめ各所に戦車号を掘ってその中に待機、砲のみを出した上で敵を引きつけた。 米軍は戦車を全面に配置した上で不評とともに、前進。これを、日本軍は不評を主体として防戦したものの、戦力の差は激しく交代を強いられた。不評部隊は自走砲より後方へ下がることも多かった。ホニアイは、豪の中で待機し、十分に敵を引きつけた上で、連続射撃を開始した。突如として、砲撃を受けた米軍にとり、 本社の位置を特定して素早く反撃するのは難しく、この隙に、ホニアイは次の号へと素早く移動した。引きつける段階で位置が暴露されれば、撃破は免れないが、野門ン戦域残りの優秀な部隊、幹部による、射兵、偽装は完璧であった。米軍の装備していた M4 中戦車に対しても待ち伏せ攻撃を加え、射距離500メートル程度から、 正面走行を貫徹し撃破している。こうして、機動砲兵第二連隊のホニアイ四門は、米軍の反撃を回避し、連日数百発の砲撃を加えて、損害を与え戦闘を続けた。機動砲兵第二連隊で、ホニアイに登場していた、浅井博和は、この移動と地下作戦で、米軍戦車や兵員輸送の六輪トラックを数多く破壊し、 多大の戦果を上げることができた。兵員輸送のトラックに榴弾が命中し、その瞬間、米兵たちが空に飛ぶのを見ると、つい火災を叫んでいたが、敵とはいえ尊い人命が散下していたことに気づかなかったと記している。しかし、サンマルエル、ムニオス、サンインシドロで繰り広げられた戦闘により、戦車第6、第7、第10連隊を機関とする戦車、 第二師団主力は1月中には壊滅状態となった。戦車部隊の壊滅を受けて、機動砲兵第二連隊のホニアイ4門はサンタフェへ交代した。ここでの機動砲兵第二連隊はイムガン峠に号を設営し、日没後にイムガン峠の射撃陣地へ進出すると、そこからサラクサク峠に展開する米軍を砲撃、不通に、 サンタフェへ交代する戦術を取った。イムガン峠の道が、米軍の砲撃により破壊されると、機動砲兵、第二連隊は、アリタの密林に陣を設営、サンタフェに射撃陣地を構築し、夜間砲撃を行った。この砲撃を阻止するために、米軍は、船爆核一航連隊級の航空機を投入、連日捜索に当たったが発見することはできなかった。機動砲兵、 第二連隊が夜間に後方陣地へ交代していたためである。また移動に最死四門のホニアイは樹脂を牽引、離隊の装甲痕跡を隠した。戦後米軍はこの運用を称賛している。3月31日の制圧射撃では15センチメートル、榴弾砲3門、機動90式野砲2門、ホニアイ4門が3か、1000発の砲弾を撃ち込んだ。 この砲撃と不評の野衆によって、米軍第32師団は、サラクサク峠前面の天皇山から退却余儀なくされた。貨幣で戦闘を続けていた戦車第2師団であるが、4月18日に陣地偵察を行っていた松岡連隊長が負傷、後に戦死。25日には寺尾大隊長が戦死した。さらに26日、ロネに配置されていた。 ホニアイ二門が敵機に発見された。砲爆撃を受けて、渡辺中隊長補数十名が戦死、横穴号が崩され、一門が埋没した。残余のホニアイは、戦車撃滅隊に配属された。5月28日、大隊副官を務める小牧将以下の二門は、有田を付近で砲爆撃を受け、大破炎上した。 天城隊員の指揮する最後のホニャイは6月3日、バンバン南方にあるジャンクションで撃破された。機動砲兵、第二連隊は、敵の圧倒的優勢と制空権の喪失という、状況下において6ヶ月間、戦闘を継続した。連隊は1279名から構成されていた。内戦士187名、生還は192名、損耗率は約85%である。 アメリカ陸軍兵器博物館にフィリピンで旅客された唯一現存するホニアイが野外展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。